はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回なんですけれども、もうね、だいぶツイッターの方でもね出ていまして、公式ツイートも出ましてね、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、まあ振り替え公演がですね、一応どうなるかっていうので検討が続けられていました。まあ本当は先週開催されていましたね、まあラブラブサンシャインのですね、ユニットライブの追加公演 SSA で行われるはずだったパーフェクトワールド、こちらがですね、まあ検討された結果、残念ながら振り替えはしないということになりました。まあこれによってですね、まあ事実上パーフェクトワールドは、全て白紙、まあ断念されたということになります。まあこれに対してね、やっぱりネットでもまあそうなることはまあ分かっていたけど残念だと言ったですね、結構意見多く見られて、まあ僕自身もね、まあなんとなくそんな感じはしたんですけれども、にしてはね、ちょっとこうもう完全に白紙にして、もう完全になしにしますっていう風に決めたタイミングが思ったより早かったなっていう、まあ要は SSA 側とね、もうスケジュール調整が全然できなくなっちゃったっていうのがまあ主な要因らしいんですけど、もう本当に全て一旦、白紙に戻すっていった感じになりましたね。まあ今回のですね動画はね、まあ今後のまあパーフェクトワールド、まあパーフェクトワールドという名前がまあまず今回のことで消えるわけになりますけども、今後そのじゃあユニットライブの追加公演、ユニットライブで要はユニットが全員集まったライブっていう形式はどうなるのかっていうことについての、まあ僕の今後のまあ見解、まあ予想と見解、この2点をですね、まあ主に中心で話していきたいなと、中心として話していきたいなと思います。まあ僕はですね、これ本当に個人的な希望的観測に過ぎないまあ予想なんですけれども、パーフェクトワールドというまあ名前は今回のまあ本日をもって消えましたけれども、ただユニットライブ、追加公演、まあファーストライブをね、まあアゼリアもこのままもし行う予定だったら、SSA よりはね、仙台ゼビオアリーナとかの方が、箱を押さえるのは簡単だと思うので、多分まだ粘ると思うんですよ。で最終的に実質上のまあパーフェクトワールド、まあ名前は違うけどユニットライブの追加公演、3ユニット全員が集まるっていうライブは多分いずれやると思うんですよ。一旦その計画を白紙に戻したっていうのが、まあ、今回の発表のようなもんなんで、まあ、ですので考えられるのは、ね、僕の中でこの二択だと思うんですよね。まあ、僕はね、一応ね、このことを、まあ、一応仮の呼び名としてね、一応パーフェクトワールドリボーンというふうに、まあ、自分の中でちょっと勝手に呼んでるんですけども、まあ、リボーンということで、自分の中では考えてまして、まあ、今後ね、考えられる動向としては、まあ、来年以降、もう本当に全てが落ち着いた、まあ言い方的にもしかしたら良くないかもしれないですけども、まあ戦時中ですよね、今は。で、まあ終戦になった時、終戦後ですよね。終戦後に、まあおそらく来年以降になると思いますけども、まあ別のタイトルで、まあ実質上のパーフェクトワールドのようなライブが行われるんじゃないかと。で、まあもしくは、その本当にもうなんだろう、今後、まあ会場自体そもそも抑えることが厳しいみたいな感じになった場合は、まあ今のところね、まだね、日付も会場も、まあ実質的には決まってない。まあ実はね、まあ前回の動画とかでもまあほぼ決まったみたいな感じになってますけど、まあ昨今の情勢で どうなるかわかんないので、まあある意味それもね、検討段階なんですけども、今後のそういったドームツアー、ドームツアーなどでなんかこう、まあ上書きって僕は表現してますけど、まあ要は、ユニットライブのようなことをドームツアーでもなんかこう、例えば瀬取りにこう、紛れ込ませるとかね、紛れ込ませるというとよくないか、こう、瀬取りに組み込むとか、そういった形でなんかこう工夫した感じでね、パーフェクトワールド単体のこうライブとして、リアルライブとして行うことはできないけども、ドームツアーに上書きさせるっていう、まあ、瀬取りに組み込ませるっていった形で、こう、パーフェクトワールドリボーンのようなことを実現するんじゃないかなって、僕はまあこの二択で考えてますね。そう、せっかくね、まあ、シャロン、ギルキスと、まあ、ファーストライブやってきて、で、アゼリアもね、まあ、もしかしたらできるかもしれないっていう流れまで来てるので、まあ、6月のね、もの自体はまあ、振り替えになりましたけど、まあ、このまんま行っていくっていう風になればね、パーフェクトワールド、リボーンのようなことが必ず起きると僕はまあ、信じてますので、まあ、そういったね、パーフェクトワールド、リボーンを行うとしたら、まあ、この2択のどちらかなんじゃないかなと思います。まあ、僕の中で思うのはね、まあ、もしね、皆さんの中でね、このパーフェクトワールド、リボーンを、再び起こす、この二択以外でも何かございましたら、まあ、皆さんのね、ご意見、コメント欄の方にね、たくさんお書きいただければ、参考になります。はい、ということでですね、まあ、今回は、ちょっとね、本日発表されましたけれども、まあ、パーフェクトワールドが、まあ、完全にもう断念されたと、
まあ、白紙に戻っ、もう全て、白紙に戻ったということで、今後どうなるかっていうのを、まあ、あくまでも僕の希望的観測、個人的見解、予想をですね、お話ししていきました。まあ、僕はね、何かしらの形でね、今後、動物さんに組み込まれるとか、まあ、他の方法で行われると信じてます。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。